今回の企画はみんなと違うものを見ているのは誰だ。今回はマイクラでできる人狼ミニゲームを4つ用意しプレイする。多数派の村人陣営と少数派の人狼1人に分かれ、ミニゲームと話し合いを行い、最終的にみんなと違うものを見ている人狼を探し出す。村人陣営は人狼を当てたメンバーに1ポイント、人狼は誰にも当てられなければ3ポイントゲットできる。果たしてどんな戦いになるのか。チャンネル登録とグッドボタンを押してドズル社を応援してくれ。はい、ということで、本日の企画なんですけれども、やってまいりました。みんなと違うものを見てるのは誰だ、マイクラ人狼、よろしくお願いします。今日は皆さんなんかいい感じのとこに座っておりますが人狼スタジアムみたいなところに、来ております。今日はたくさんのいろんな人狼ゲームが用意されておりますので、誰が、仲間外れなのかというのを、当てるという、シンプルなゲームでございます。よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。よしよし。おー、夜になった。勝手にしました。勝手にやりました雰囲気出るかなと思って確かに雰囲気こっちの方が出るかも。じゃあ皆さん、第1ゲームの会場に向かいましょう。それでは第1ゲーム、丸々といえばいきたいと思います。よろしくお願いします。第1ゲームは丸々といえば、村人陣営と人狼にそれぞれ用意されたお題を見て、それに関する〇〇といえばなアイテムを制限時間3分で5つ選択する。その後、会議のターンで5つのアイテムから3つを選び、一斉に見せ合いながらお題について話し合うぞ。お、来た、カズさんだ。カズさんといえば難しいな、いろんな角度からあれできるけどTNT とか、どうしよう。あんまりでも直接的すぎるものを持ってっちゃうと、いやでもまあそっちの方がいいか。やっぱりなんかヘルメットやっぱかぶせたいですよね。やっぱ TNT トロッコとかもやっぱり一番最初習ったもんな。 TNT とか白って意味で白色のベッドとか、なんか言い訳しやすいやつがいいよな他の人と違うってなった時にさ、幅があるものの方が良さそう。最近酒井サンダーさんと一緒にいるから竹とか、いやでも竹だとちょっと遠すぎる感じもあるんだよな。パンダにしよう。パンダ、僕たち最近カズさんに砂漠のいたずらしたから、サボテンでも持っていこうかな。おお、麺といえば、TNT か。もうこれでしょ。まあまあ豚、焼き豚、まあ斧とか、これ色とかやっちゃうと違った時やばいな。あ、足場。よくサボテンでなんか自分傷つけてんな。サボテンだな。これだな。この5つだな。ああ、カズさんの子です。カズさんの顔です。なんだろう、カズさん。カズさん、一般、なんかいろいろ TNT のイメージもあるけど、TNT。で、これさ、他の4人、もし、私だけが違う人物、お題だった場合、他の人と合わせるために、他の人でも、いや、わかんない。この対象がわからないけど、カズさんともう一つのお題がわからないんだけど、まあ、そうなった時にも、まあ、なんとかごまかせるようなアイテムを2つぐらい欲しいな。で、カズさんといえば、酒井サンダちゃん、竹。汎用性高そうなやつ。ないか。いや、これね、正直鉄ヘルメット、常に、被ってらっしゃるイメージあるんですけど、これ結構ピンポイントなんだよな。まあ、一応押します。はい。まあ、みんな使ってそうなブロックとかね、イメージあるかもしんないから、そうだな、なめ石。なんだ剣とか言っとく。すごいね、福井県のイメージあるんですよね。福井県。どのワールドにも作ってるイメージあるけど、今年作ってるのかな。おー、カズさんか。カズさんといえば、いやもう時間制限があるね。カズさんといえば、もうとりあえず1個 TNT と、高井サンダーちゃんのこのパンダの竹、その中で結構スポンジのイメージ強いんよな。まあ、一応自分が人狼の可能性もあるから、あ、トーテムを持っとくか。人参とかここら辺どうやろう。
こでパンダのスポーンエッグとかこれ確実にあれだな、パンダのスポーンエッグいくか。あー、なるほどですね。なといえばか、とりあえずこれでしょ5個でしょ、5個か。なんとなくカメの甲羅かぶってるイメージなんだけどなこうじゃねえかな。え、待って、難しいな。大量に増やしてるイメージあるから、クワのイメージもあるな。いや、この3つ出たらねえ、やっぱそうじゃないと俺はなる。あと小麦も一応持っていこう。エリトリアよりトライデントのイメージある気するけどな。トライデントのイメージあるな。トライデントにするか。で、あと小麦かな。いや、でも自分が人狼であるって可能性を考えると幅広いものを持っといた方が多分やりやすいと思うんだよな。だからちょっと亀の甲羅はあまりにピンポイントすぎるからダイヤぐらいにしとくか。チャリーン。はい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 。なるほどなるほど。バッチリバッチリバッチリ。まあでも早速1個目ペコッと貼りますか。わかりやすいんじゃないこれ。これもういいですか皆さん、どれ出すか。どれ貼ろう。1個目大事よ、1個目。これにしよう。オッケー。これにしよう。決まりました。皆さん自分の一番上のとこに貼ってくださいね、1つ目ね。はいはいはい。はい、行きまーす。せーの。お、ほい。はい。おー、はい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 。あー、なるほど。なるほどね。なるほどね。はいはい。かぶらないか。なるほどね。なるほどね。なるほど、なるほど。なるほどね。え、これでも、ボンさんに聞きたいですけどね。うん、何ですか。そう、いや、なんで木のものなのかな。え、木のものですよ。木のものですよ。なるほど。木のもの知りません？これ、木を切る木のものですよね。あ、木を切る木のもの。木を切る木のものですよね。はいはいはい。これ、ダイヤのヘルメットは何ですか、これ。いやいやいや、ダイヤのヘルメット、ダイヤでできたヘルメット。ダイヤのヘルメット、そのままね。ダイヤのヘルメット、なるほどね。ちょっとこのオンリーのこの確かに石は何なんですかね。なめ石なんだ。なめ石だよね。わかんない。いや、わかんない。わかんない。わかんないってなんか今の。わかんない。わかんなくてイメージ湧いたのがこれだった。あ、イメージね。イメージ、あ、確かにイメージだよね、みんなね。はい、まあイメージ。イメージイメージ。いや、でもこれなんか僕とドズルさん結構攻めてません。いや、でも僕の中で僕とオラフ君と面はかなりつながってる、はい、だから結構白かなって思ってて、ね、はいはいはい、はい、かなりボンさん怪しめに置いてます。僕もボンさんオンリー怪しめに置いてます。ボンも怪しめに、はいはいはい、まあまあまあ次の手で覆すわ。オッケー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 。かぶってもいいんだよね。かぶってもいいです。5個しか持ってきてないやつをね、かぶってもいいんだよね。はいはいはい。じゃあ皆さんいいですか。はいはい、はい、2個目、はいはいはい、せーのでいきますよ。はいはい、せーの、はい、おー、あー、はい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 、これは、おっと全体的に被ってない。ちょっと待って、オンリーが、オンリー確かに人狼っぽく見えてくるな。いや、ちょっと、いや、なんか面と合わせる感じにはなっちゃったけど。はい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 。いや、ボンさんがこれ2個目出してくん結構白く見えちゃう、ね。確かにかなり白い。でしょ？かなり白くなった。なんだサボテンが出てきた。サボテン自分わかんないですけど。おー、はいはい。わかんないか、ホンビー。じゃあ、これちょっと攻めてるよ、サボテンは。でもサボテンかぶと、かぶと、あー、へえ、サボテン、なるほど。ってなるとってなっちゃうんすよね。うん、あれ？ん？俺が最強なんだ、そう。いや、でも、メントはね、合致してそう。うん、えぇ、ー、このアイテム見て合致してそうと思う。なるほど。ちょっと待って。メンも持ってたか。そうよね。またちょっと変わってくるのかこれは。あ、まあ、ラストいきます。ラストいきます。質問いいですか皆さん。え、オラフ君ちなみになんで取ってるの。いや、これはこの次分かると思います。あ、この次分かる。オッケー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 。分かった。あ、これ、いや、むずいな。じゃあいきますよ。はい、ラスト、はい、いきます。はい、せーの、もう、はい、
おお来た。おお、はいはいはい、そういうことか、そういうことか。なるほどね、なるほどね。ほう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 、はい、僕とオラフ君は、パンダですね。パンダ、あ、これパンダか。パンダ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 、はいはい。オンリーは竹は竹です。竹ね、はいはい、竹っていう意味だとボンさんもなんか竹みたいな、ね、確かに、うんうんうん、迷った迷った迷った迷うの。え、ボンさんちなみになんでこの足場、足場、足場ブロックなんですか。便利だから。いや使いたいもんじゃねえんだよ。あれ押し味を持ってきたもん。ちょっと待って、トライデント…え、なんで、なんで、はい、はいはいはい、もう僕はもうむしろ答えが逆にこれでも決まったなというぐらいには。おお、いや麺結構白いけどな。いや麺はもう圧倒的白、僕の中で。オンリーの竹がちょっと知りたい、なんで竹なのか。確かに竹、いやこれ正直パンダのスポイクでもよかったかなと思ってます。あ、これを見てね、これを見て。あ、まあまあ、え、ボンさんの足場は、ボンさんの足場便利だからっすよ。いやいや、ボンさんじゃないか。ちょっといいですか。え、麺なんでダイヤヘルメットなの。なんかダイヤヘルメットかデスヘルメットって言ったらどっち。ね、それで俺最初カメの心だったのよ、ここの枠。うんうん、わかるわかるわかる。けど、自分が人狼だったパターンを考えて、ちょっと広めの君でダイヤを持ってきた。あ、なるほどね。ただ、セザライトではないと思う、ね。待って待って待って、やほー。あれ、ボンさん、なんかピンときてな、ピンときてなさそうですけどね、ボンさん。じゃあ僕も一個いいっすか。うん、じゃボンさん質問なんですけど、木の斧はこれ、やっぱどういう意味なんですか。確かに、木の斧がまだわかんない。使うイメージだな、昨日の。昨日の。好きそう、好きそう。好きそう。サボテンは、サボテンは、もうこれサボテン、大好き。あ、サボテン大好き。サボテン大好き。大好き。あ、わかった、これ誰か。え？わかりました。わかんないな。まあいいや、ちょっと待って。え？あ、ボンさんから質問あれば。え？いや、これね。うん。麺、あ、そう、麺が白く見える。うーん。うんうんうん。ボンさん。今日はボンさんの日ですよ。今日ボンさん、これ人狼かな。いや、これ、じゃあ、聞いて。一応言っとくけど、うん、この3つは攻めてます。まあ、攻めてるっぽいですね。まあ、みんな5個あるじゃないですか。はいはい。手持ちに、全然皆さんと被ってるものもあります。なるほど、まあ、なるほどね。はい、うん、では皆さん席にお着きください。席にお着きください。はいはいはい、はい、はい。それでは投票タイムです。お、来た。おー、怖い怖い怖い。おお。来た。オッケー。人狼だと思うメンバーの名前をクリックしてください。はい、はい、投票しました。投票しました。投票しました。面白いな。全員の投票が終わりました。投票結果。ボンさん4票、オーラン1票でございます。いや俺、ジノワ、ジノワ、ジノワ、ボンさんでーす。あ、なるほどね。ボンさん後ろ見てください。いや、だと思った、だと思った、いや、だと思った。いや、俺これ最後、そっか、はいはいはい、こっちか、こっちか、そっちで合わせとけば。 TNT だったら、TNT だったら分からんかった。確かに確かに確かに、TNT と福井県持ってきてた。あ、福井県もあったのか。あ、福井県か。いや、僕このやっぱね、カズさんだったらスライム、そうですね、スライム使うから足場がかなり決め手でしたね。そこで決め手ね。はいはいはい、そうだね、そっかそっか、そういうことか。オッケーオッケー。じゃあ続いてのゲームいきたいと思います。続きましてはアスレチック人狼でございます。第2ゲームはアスレチック。村人陣営と人狼にそれぞれ用意された別々のアスレチックを3分間で攻略してもらい、その後会議のターンでどんなアスレチックだったかを話し合うぞ。さあ、アスレチック、まあ普通に、じゃ あ、 寝床セットしてね。まあ難易度的にもなんかめちゃくちゃなんか難しいっていうよりかは割とシンプルめな気はする。割とみんなサクッといける。あー、なるほど。これはもう一回開けてから慎重にやる。これ死んだら死んだら多分めんどくさいことになりそうだから、でこれも一回閉じて乗って、これもね細い方乗った方が楽ではあるんだけど、開けた、開けなくていいか。ほい、
はい。ほい。よいしょ。まあ、まあ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 。アスレチックですな。まあ、今までのやつのなんか集大成というか、まあ、やろうと思えば結構いけたんじゃないかなってみたいな。ちょっとふわっとした技にはなっちゃうけど、まあ、そんぐらいじゃないかな。ベッドで寝て、これは、あれでしょ？あ、なるほど。これどういうことだ、これ。あ、落ちちゃった。死亡ログとか出ないらしい。死亡ログ出なくしてる時点で、なんか死ぬ人と死なない人がいるんじゃないかなと思ってて、いや結構むずいな。こういってこういって、色だけが違うってことないだろうからな。こういうことでしょう。あ、落ちちゃった。よし、行くぞ。いや、このアスレチックむず。普通にクリアできるかな。よし、OK、いけるぞ。オッケー。お、いける。意外といけるぞ、これ。あー、くそ。おー、とりあえずこれでいって。おー、よいしょ。んー、よい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 しょ。うわ、惜しい。いやー、マジか。ちょっと待て、これ、まずいぞ。クリアできんぞ、これ。ん？あ、スポンして、普通に、まあ、やってみますか。落ちちゃった。え、むず、ここむずいな。なるほど、ここはむずいポイント。小ネタも挟みながらむずいポイントがありますよと。ほいほい、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 はい。これなんだ？普通にいけんじゃない？これ。よいしょ。よいしょ。ああ！よいしょ。いけないじゃん。こっちに抜け道があるのか。いや、始まってしまったな。一旦レスポンスさせてもらって。はい。どう？いや、これ普通に。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。アスレの内容を覚えておこうかなっていう感じよね。これは普通に登っていけばいいと。あらあらら、簡単、簡単ですね。どうすればいいのか？はい。はい。あ、落ちちゃった。ちょっと、慎重に行かないとダメだな、これ。多分。はい。はい。はい。よしと。なるほど。覚えておこう。まあ、ツタがありましたと。で、ドアにトラップドア。あと、フェンスゲート。まあ、バタバタしましたと。基本、青いブロックで構成されてた。いや、青いブロック。上に何かあるけど、あれは何だろう。あれかな。成長を止めるためかな。チャリーン。はい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 、もう燃えてる、燃えてないです、燃えてないです、燃えてるな、燃えてるな、燃えてるな、まあ、まじゅう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 、なんすか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 、燃えてるね、ブラフすかブラフすか、はいはいはい、燃えてるね。はい、ということで、一人だけ違うアスレチックをしてた人がいます。ちなみにクリアできたかどうかだけちょっと全員に聞きたいですね。確かに。せーのでいきます。せーのでいきます。はい、せーの、できない。できませんでした。あれ、できたのは？できた、誰？できた、できた。はい。おー、おめん、何のヒントにもならない。おめんね、確かに。ちなみに、めっちゃむずかった。むずかった。あー、ボンさんどうでした？いや、正直、うん、あと2分ぐらいあればいけました。おー。ボンさんむずかったですか？僕ね、いや僕も結構ボンさんと近い感想。はいはいはい、割といけそうでいけなかったって感じ。じゃあもう一つ僕新しい情報を落とすと、はい、あの途中のところはちょっと勘違いしてて進み方僕。うん。最後さあこうやって進むんだって気づいたみたいな。気づいたかどうかみんなわかんない。ちょっと情報としますね。はい。はい、途中ルート2つあったの知ってます？へー、いや、全然僕は一本道でしたよ。自分も一本道でしたね、そういう意味では。気づいてなかっただけかな、うん、でもちょっとね、難しい。はいはいはい、そういうこと。そこはね、じゃあ面からも情報欲しいけど。そうっす、ま、なんか難易度を上げようと思えば上げれるし、うん、なんか下げようと思えば下げれたなっていう感じでしたね。確かに。まあ、あと統一感はすごかった。統一感。ああ、統一感あったね。ああ、確かに。統一感あった。小ネタあったよね。あ
かんないな。もう人狼自分で気づいてるかもな、これ。いや、ちなみにこれ、僕、8割ぐらいまでしか行けなかったんですけど、ドズさんとボンさん、どれの辺まで行きました？あ、僕も同じぐらい、8割ぐらいかな。8割。え、だから、メントオンリーに聞きたいけど、序盤、中盤、終盤だとどこが難しかったかなと。あー、まあ、強いて言えば中盤っすかね、僕は。あ、なんか中盤、そう。あの、ドズさんも思ってたけど、自分も思いました。僕も中盤やばかった。中盤ね、ああ、わかるわ。え？ちなみに自分は途中復帰できましたよ。え、じゃあもうちょい一応情報を落としましょうよ。一応、オラフ君からもなんか聞きたい。確かに。どうぞ。なんだそれ。あ、質問終わり。オラフ君ちょっと 新情報を落としてほしい。新情報。新情報、僕結構リスポーン設定したんですけど、皆さんどうですか？ノーデスです。ノーデス？ノーデス。え、マジ？ノーデス？やったか。ノーデスでした。一応。え、僕結構死んでしまったな。でもノーデスはありうる。ありうる。え、オラ君リスポーン設定したっていうのは中間地点にベッドがあったの？うん。うん。ほうほうほう。はいはい。で僕結構死んじゃって。うん、え、逆にオンリーはなかったの？いや、ありますよ。うん。いや、なんか、そんな長かったかなと思って、コースが。ああ。コース自体はそんなに長くなかったんだけど、普通に僕、中盤でめっちゃ死んじゃって、はいはいはい。みんな普通に中盤クリアできたってことですか？意外と時間結構余ったから、そんな長かったかなと思って。まあでも、メタ推理で言うと、ボンさん2連続あんのかなっていう。いや、そこだよ。なるほどね。だから、ボンさんが道二つ見つけた、片方はなんか、すんげえ簡単とか、そういうわけではないですか？片方は、すんげえ簡単。え、でも、クリアできなかったんですか？クリアできなかった。あの、そう、中盤だから、終盤で。あ、終盤で。そう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 。よし、直感で僕も決めます。決めました、決めました。はい。では、投票タイムです。はい。こっち。おお。はい。投票しました。さあ、全員の投票。投票結果、こちらです。ドズル0票。ボンさん1票。オンリー1票。オラフくん3票。オーラメン0票でございます。なるほど。はい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 。はいはいはい。あれ、オラフくん多いな。はい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 。はいはいはい。それでは、正解は、こちらです。人狼はよっ、オンリーだったんだ。オッケー。うわー、マジか。ざます。はいはいはい。いやー、すごい。途中にリスポーン地点あったって言われても俺引っかかりすぎて。え、でもオラフ君から出たよ。オラフもあったでしょ。え、あれ合わせいったんじゃないかなって。いや、あれ合わせた。合わせたんか。合わせたんか。自分が人狼かなと思って。なるほど。いや、すげえ騙された。完全に騙されたな。もう先出しでもう絶対実施なかったなと思って。確かに確かに確かに。逆に、ドズルさんとポンさんもなんかルートが2つあったの、確かに言いようによってはとか、はいはいはい。納得できる部分があったので、まあ消去法でオンリーかなという。じゃあ、オラフ君が合わせに行ったの読みのオンリーってこと？のオンリーです、俺。すげえ。めちゃくちゃ。すげえ。正直自分かなと思った。いや、僕も自分かなって思った。オラフ君のベッドある発言にみんなが、うんうんって言ってたから。いやー、それはすごい。いや、オラフ君に持ってかれたら、これ。でも、いや、レンガお見事。はい。おはようございます。ルート2つ本当にあったのよ。あ、右と左ですか、あれ。いや、上と左。あ、上ね。上確かに。上行けたんだ、あれ。それ見てない。うちも上歩け、そういえば。偶然だ。じゃ続きまして、第3競技。はい。モブ討伐人狼でございます。第3ゲームは、モブ討伐。村人陣営と人狼にそれぞれ別々の敵モブを3分間で討伐してもらう。その後、会議のターンでどんなモブと戦ったかを話し合うぞ。今回は誰が人狼かみんなも予想してみよう。あー、なるほど。おーいな。おい待て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 、多くないか。危ないでしょうよ、危ないでしょうよ。あ、でも意外とどうにかなる、これ。
マジで痛い、マジで痛い。ダメージが飛んでくる前に、もう、ある程度叩いて、やばすぎないか、ちょっと。なるほどですね。続くんだ、続くんだ。あと1体。よいしょ。よいしょ。チャリーン。それでは皆様、皆様が討伐したモブ、一人だけ、誰か違うモブを討伐しております。では、議論タイムスタートです。一発で出した情報がアウトの可能性があるからね。そうなんです、ね。ちなみに、出てくる数は同じでしたよね、多分。それもわからない。わかんないよ、それも。モブで判断するなら同じかなと思ったんですけど。いや、どうだろうね、うん、強かって分かった自分の基準でいいんで一人一人言っていきません。はい、うんうん、うあ、じゃあ言い出しペオラフ君から。僕強かったです。僕も死にました、はい、同じく死にました。自分も一回死にました。まあ一回死にましたが、本来なら、うん、もっと強かったんじゃないかな。なんとなくボンさん の, あの それその反応からするに、うん、本来は武器持ってるけど今日は持ってなかったみたいな。まあまあまあ、その辺はちょっと、発言を控えさせていただきます。あ、そうですか、あ、そうですか。あ、まあ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 、結構あれだよね、ドロップしたよね。ドロップ、あ、ね、結構ドロップしました。僕はしたよね、しました、しました、しました、したよね、じゃしたよね、じゃしました、しました、結構ドロップ。インベントリー、インベントリーがホットバーにないようにはしました。あ、僕も見せられない、見せられない、見せないように、見せない、見せられない、はいはい、はいはい、ちょっと一人一つずつヒント出していきます。僕からでいいんで、はいはいはい、この5人の中だとこのモブはボンさんの、ボンさん、ボンさんのイメージ。あー、うん、あああ、はいはいはい、なるほど。僕もボンさん、うん、まあまあ、じゃあ続いてメインヒントお願いします。ヒント、そんなになんかこう、あ、いつもいるみたいなこと言われたらちょっとどうかなってなるぐらいのやつじゃないですかね。そこそこな出てくる難易度ぐらいというか、自分は群れるとめんどくさいっていう、うん、あ、うん、まあ、ね、ちなみに10体ぐらい出てきました、私のところは。うん、ああ、群れると、群れると面倒くさかったです、ね。なるほど、確かに確かに。リアルにいたら飛び上がって逃げる。まあまあ、ゾンビいてもね、あれだけど。ゾンビいても逃げるけど。何でもそうな感じするけど。何でも。じゃあ飛び上がって逃げますね。じゃあ自分結構攻めると、僕、盾使いませんでした。はいはいはい。え、オンリー盾使った？いや、一応構えてみました。うーん、いや、防げんのかなっていうところで盾構えました、一旦。あ、あ、そういうことね。多分僕頑張ったら、うん、時間内に素手でいけた。素手、素手、あ、まあまあ、もう頑張ったらいけたと思う。頑張ったらね、うん、まあ、死んではいたかもしれないけど、はいはいはい、メインちょっと情報を持ってほしいけどな。もうちょい、いや、なんかそう、お気に入ってない、うん、ちなむと僕はこいつが嫌いです。あ、僕も大嫌い。嫌いって言ってるのもんだね。あ、まあ、確かに確かに確かに。おい、つなげるな、つなげるな、そこ。こいつが普段何食べてるかっていうの、ちょっと何食べてそうかっていうのちょっと予想。ちなみに僕は、うん、はい、想像ですよ。想像で、はい。リンゴ食ってそう。これ分かったわ。誰が違うか。リンゴで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 。リンゴ食ってそうで。え、俺もこれ料理なの？何食ってそう、こいつ。いや、自分もリンゴですね。いや、いや、金リンゴにしとこうかな。金リンゴに。金リンゴ食ってそう。金リンゴ。まあ、そのままのリンゴは食ってなさそうっていう。ちなみにオラフ君だと思います。なんで？え、なんで？いや、なんかちょっとさっきのあれがあるんで合わせていいのかなっていう。そのぶっちゃけ。え、僕結構合わせてます。割と攻めて言ってて、食べ物も僕はリンゴじゃないですよ。ちなみに僕キノコシチューで提出します。キノコシチュー提出来るか。キノコシチュー？ああ、なるほどね。わかんない。僕どっちかっていうとオンリーかなって思ってるんですけど。オンリーも怪しい、かなり。自分も結構適当なこと言ってます。
なんで適当なこと言ってんの、なんで適当なこと自分だった時困るかなと思って。あ、まあまあまあ、あ、割と僕にこうヘイト集めるためにはいはいはいかなって感じが、うん、いや待って、ドズさんどうですか、ドズさん確かに気になりますよ、食べ物さん何食ってそう、はい、まあリンゴとシチュー以外でしょ、うんうん、まあまあまあ、うん、そうだな、あえて言うなら蜘蛛の目とか、ああでもわかる、なるほど、ね、でもリンゴと蜘蛛の目って結構違うから、うん、え、まあまあまあ、目に聞きたい、目どこに住んでそう、うん、そいつ確かに、あ住んでそうか、うん、僕割と目に入れちゃうかも、ズバリ言わないと、あ、じゃあ結構俺じゃあズバリ言いますよ、うん、うん、沼地で、うーん、あー、うん、あー、はい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 、皆さんよろしいでしょうか、はい、決定しました、はい、どれに入れようかな、いやもう正直ね、人狼の方も分かってんだ、分かってるね、多分これは分かってんだろうな、いや分かんねえ、いやこれ悩む、悩むな、悩む、問われるな、悩むな、これ割れるな、6個連してこうしよう、俺結構自信ありです、自信あり、いいマジ、はい、よし、さあ全員の投票が終わりました、はい、投票結果こちらになります、全員言われた、全員言われた、マジ、マジ、いやこれ面白いぞ、得じゃんこれ、はい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 、はい、誰かにポイントが入りますね、 それでは人狼はこの方です、誰だ、それさあ、うわー、ボンさんか、ボンさん、はい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 、リンゴ、リン、あれそれはリンゴ、合わせに言ってるクソじゃない、いや俺ボンさんてっきり俺毒グモかと思ってました、はいはいはい、リンゴ食ってそうじゃない、リンゴ食ってそう、リンゴ食ってそうじゃない、いやそこだ、いやマジか、いやリンゴがもう魔女、あ魔女だと思って、魔女だと思った、うんうん、僕もずっとボンさんかなと思ったけど、毒入りリンゴだろうと思ったもん、うん、思った、毒入りリンゴかと思った、あそういう意味か、いやマジかボンさんか、目すごいな、目すげえな、いや目すごい、いや目すごい、ほんとボンさん虫苦手っていう情報が、前情報とあったんで、あだからクモね、はい、はい、クモでもう出たら飛び上がるって言ったら絶対クモじゃんっていうのが思いますけど、あでもね確かにね、素手でも倒せるとか、なんかいつもより弱かったっていう謎のワードがあったんだよ、ね、確かに、いやもう最初ね武器持ってるか持ってないかみたいなところで、うんうんうん、外すべきだったかな、いやーいやーボンさんでございます、これ僕だから始まった瞬間にこいつらが同士打ちし始めたのよ、あ、そういうこと、あ、そう、そういうことか、なるほどね、だからもう最初2、3体しか倒してないのよはいはいはいだから素手でも倒せそうっていう、なるほどなるほど、なるほどな、そこがヒントだったか、いやむずいねこれね、むずいはいはいはいむずい、ちょやばい、面が強い、面が強い、面やばい、やばいやばいやばい、最終、問題、最終人狼ターゲットを狙撃せよ人狼でございます、最終ゲームはターゲットを狙撃せよ、村人陣営と人狼はそれぞれ別のターゲットを狙う狙撃手になってもらい、制限時間3分でターゲットを狙撃できるか挑戦する。その後会議のターンでどんな見た目のターゲットだったかを話し合うぞ。最終ゲームを誰が人狼なのか考えてみてね。おー、はい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 、この方ね、 VIP ですな。え、あそういうこと？え、むずむず当てた当てた、オッケーオッケーオッケー、なにこれ、なんなのこれ面白すぎ、面白すぎるでしょこれ、な、なに、なんなのこれ、でででーんでーん、え、これさ、対が分かんないよね。え、クリアあんの？え、クリアあんの？あ、クリアした、クリアした。オッケー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 。当たってなかったんだ、さっきまで。これ、クリアあるってことは、クリア難易度が違うのかもしれない。オンリー時間かかってんな。
あ、オラくんクリアだ。はい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 。チャリリーン。それでは、皆様、今回皆様に、狙撃していただいたターゲットについて、話し合いたいと思います。議論スタートです。むずくなかったですか？シンプルにむずかった。でもボイスは一番最初だったと思う。確かに確かに。なんか、そんな難かったかな、みんな。そんな難かったかな。まあ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 。オラフ君でも結構遅かった気がするけど。いや、結構僕、狙い撃ち？いや、なんかね、当たってたと思うんすけど。あ、では、それで言うと自分も、当たって倒れてるとこ見てないけど、しばらくしたらクリアできたから、そこはあんまり判断材料ならないかなとは。はいはいはい。僕もそう、僕もそう。そうそうそう。これ、狙撃じゃなかったら、死んでたな。おー、はいはい。おー、はい。はいはい。心苦しかったっすわ。あー、なるほどね。目は確かに。はいはいはい。なるほどね。一番最初の印象、可愛いなって思った。マジっすか？嘘。可愛くは僕はなかったです。かわいい。いや、ちなみに可愛くはないっすね。いや、元から、野蛮してたんで、まあ、ターゲットになってもしゃあないかなと思いました。あ、それで言うと、最初の印象っていうのは、ターゲットの印象じゃなくて、はい、その、スコープを覗いた時の。はい、なるほどね。なるほどね。なるほどね。それを覗いた時の、まあまあまあ、はい、何が可愛いなって思ったの。絵が、絵がね。一生懸命。はいはいはい、はい。一生懸命。道路走ってんの新鮮だよね。まあ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 。まああと、まあ違いというかね、うまくこう見つけるの難しいですね。あ、なんか覗かんとわからんかも。スコープで覗かんと結構難しいというか。ちょっと僕、じゃあぶっこんでいいですか？どうぞ。あ、お願いします。はい。僕、スコープ覗かなくても分かるんじゃないかなって思うんだけど。目、めっちゃ良くないと。僕も同意見です。だよね。はい。覗かなくても、まあ、分かるかなっていう、ぐらいだと思います。うん、僕もそうです。いや、自分は覗いた方がいいと思うけど。なんで3人で分かれるの？いや、まずめに覗いた方がいいなと思う。あ、ほんと。じゃあ、まあ、まあ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 。ちゃんと狙うんだったら、絶対覗かんと、当たらんと思います。オッケー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 。多分、オラフ君とか、自分が沼ったのは、若干球をくれるかなと思って、先の方打ったから。あー、なるほどね。そうそうそう。だから、覗かんとなっていうのは。はいはいはい。あ、まあまあまあ、それはそうか。可愛くはないと。可愛くはない。可愛くないか。可愛くはない。オンリーちゃんも可愛くはない。可愛くはないよ。可愛くない。ボンさんちなみに、可愛くなかったですか？テコテコテコ。まあ言われてみれば、可愛いと思う人がいても不思議ではない。オンリーちゃんとオラフ君に聞きたいんだけど、そいつ食べることできる？捉え方によっちゃ。自分も捉え方によってはって感じですかね。ズーさんは？マイクラ内では、マイクラ内では食べれない。それは、気合的な意味？それとも？いや、ちゃんと、まあ、ドロップします。ちゃんとマイクラ内で食べれば。マイクラ内でね。マイクラ内で、ちゃんとドロップして食べれます。ゾウさん、そいつ、いつもどこにいます？いつもとは違うとこにいたよね。どこにいます？そうですけど。そうですけど。どこに？あれ、ゾウさん。ちょっとノーコメントがいいかな。まあ、ゾウさんに、ゾウさんにすごい、なんていうの、助け舟出すと、麺に似てるらしいんですよね。でも僕はそうだった。じゃあ僕もぶっこんでいい？わかんない。あ、ゾウさん、そいつ、なんか、ネザライト装備してるの見たことあります？いや、ない。ないのか。じゃあもう、言うよ言うよ。ああ、どうぞ。いつもいるのは赤森。あれ？なんで静かになるの？決まったなっていう。これは、決まったなっていう感じ。いやー。
ちなみに先般したか、はいはい、なるほど。ちょっとボンさんがちょっと僕結構あれだって聞きたいんですけど、はいはい、割とボンさんそのこのモブ、うん、嫌いですよね。俺、はい、本当に嫌い。いやイメージボンさんなんですよ。本当に嫌い。あの世界で下手すりゃ一番嫌い。なるほど。あれですけど、ボンさん何してんすかって感じですよね。すぐ決まりました。はい。すぐあいつは。なるほど。あ、なるほど。これ言っちまったかな。いやまあもういろんな意味でごめん、いろんな意味でやっちまったかなとだけ言っとく。さあ、投票タイムスタートです。いろんな意味でやっちまった。これはごめんみんな。はいはいはい。でもこれシンプルに答えていくか。まっすぐ。まあ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 。変化球入れず。さあ全員の投票終わりました。はい。投票結果こちらです。ドズル3票、オンリー1票、オラク1票です。ああ、はいはい。やっちまったか、これ。これ。いや、どうなんだ、いや、どうなんだ、これ。どうなのこれ。俺もやったかもしれないです、これ。え？あれ？いや、わかんない、わかんない、わかんない。さあ、それでは、人狼は、この方です。たらだ。うわー、僕か。よしよしよし。はいはいはい。やっぱ、あー、そっちか、ブルートか。はい、ブルートで、ブルートかつ、僕、ホグリンだと思って、みんなが。あー、ゾンビでだったか。はい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 。なるほどね。はいはい。あー、まんまでよかったか。食べれないが。いやー、なるほどね、なるほどね。食べれない。いや、腐肉は食えるよな。腐肉ね。腐肉か。いやー、むずかった。はいはいはい。確かに。いやー、ちょっと頭の中ぐるぐるしてたわ。いやめっちゃ可愛かったんだけどなブルート。でも今日は面が強い、本当に強かった。面全勝、全勝してる、全勝すごい、すげえ面、え、すげえな。どうさん、ん、嘘つきは嘘見破るのも得意なんすよ。いや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 どういうこと、どういうこと、面面嘘つきだったの。それで言うとボンさん今日一回も正解してないからめちゃくちゃ綺麗な確かに。バグった。いやこれね一周しちゃうんすよね、難しかった。いやあえて赤森って言ったのかなと思って、まあ、赤森もいるしなかった。いや、あの僕はもうあの赤森って言った時は僕が少数派だと思って、うん、みんなホグリン読みの、うん、赤森って言った。当てに行った。なるほど、ね、もう当てに行った。それもずれちゃったか。それがずれちゃったから、うん、はい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 、というところで、今回のこちらマイクラ人狼いろいろなミニゲームで人狼をやっていきましたが、優勝は全問正解オハラメンでございます。ありがとうございます。いやこれ結構難かったのに全問正解マジですごい本当に当たっちゃったっていうはい、ということでね、また、ちょっとこういったミニゲームをやっていきたいと思いますので、今日の動画面白かった方はぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。お願いしまーす。ということで、じゃあ本日の動画はこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。じゃあねー、バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。おすすめの動画もご覧ください。高評価と動画のコメントも待ってるね。どうしてもっていうわけじゃないけど、気が向いたらしてね。